ドラえもんが映画館に帰ってくるとドラえもん、未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。はじめまして、パピと言います。小さくなって遊ぼう。僕は僕をどう思ってるんだろう。嬉しい悲しいどっち、ダメだ、置いていくなんてできないよ。この星に再び自由を。姉さん、パピ君、僕たち仲間だからね。みんな行こう。友達も